どうも皆さん、こんばんは、くんひろです。前回はいきなりねビクセンからやってしまいましたけども、今日から2からナンバー2から攻めていきたいと思います。いやー、1は最後なのかな。そしたら6冊を最後にしたかったんだけどね。で、シグバールまた G って言っちゃった。シグバールなんだけど、いまいちまだこれこう分かってないってとこが正直なことね。前回アビリティを見せてなかったかもしれないんですけど、一応これと同じ方法でやってます。コンボマイナスはつけずに、コンボプラスを位置積みしてます。あとは特に変わりはない感じかな。あ、トリニティリミット使えばよかったな。そうか、連携もありか。ホームだけにこだわる必要はないか。そうだね、ホーム連携、召喚と連、ホームはまあ一緒になかなか使えないんで。そうか、連携も使っていこうか。よしよしよし。まあ、とりあえずはこれでいこうか。で、今回もファイナルホーム使おうかな。どうだろう、すごく迷っとる。で、プチリボン、リボン、アクリューション、コジミックチェーンな。相手の攻撃がダークだったら、まあ、わかんないよね。でも、攻略面やとその辺って。で、あとはフルブルームプラス、まあ、同じだ。同じです。よっしゃ、とりあえず挑んでみましょうか。いくぞ、シグバール。こいつはあのステージを変えてきて打ちまくってくるやつさえ当たらなければなんとなくいける気がするんだよね。あれがえぐいから。うんで、最初は一回ちょっとリフレクしてみようか。なんか怖いから。おい、きなりか。うわ、いきなり、いきなり、マジ。うわ、うわ、やべ。うわ、えぐ。全然戦い方変わってくるな。早い、弾が。よし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 。あ、ひるんでるな。あー、今撃つべきだったな。うわ、マジか。こんなにやられっぱなしか。いや、でもいいぞいいぞいいぞ。どこ行った。うわ、もう行っちゃう。よし、いける。そうか、おじさんだから疲れるんだ、打つと。そういうことか。で、おらリターンしてないよね。危ね危ね。どうだこれ。うわ、まずい。なんだ、あ、狙い撃ちのやつか。うーわー、つえ。やーべ、桁がちげえ。マジでストーリーの時と桁がちげえ。こんな練習じゃなかったよね。全部見てる人分かるよね。こんな練習じゃなかったよね。負けねえぞ。2回目です。最初は、ガードよりリフレクの方がいいかな。あ、違うんだ、パターンは。もう一丁。あー。連打。オッケーオッケーオッケー。よし。あー、間違えた。カーソル合わせなかった、今回。ちくしょう、このミスはでかい。うん、このミスはでかいね。リターンした方がいいかな。うーん、弾かないとひるまない感じかな。もうちょっと疲れるだろう。よし。うーん、いや、リターンしよう。ここはリターンしよう。まずい。これきついな。どのタイミングだろう。どっかでブレーキ出たね。よし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 。打て打て打て。あー、外してか。でブレーク、オッケーオッケー。これで3回連打か。よし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 。まだあるか。オッケーオッケーオッケー、いいぞ。油断するなよー。よし、いいね。こいつが地上に降りるときはねえのか。よし、いける。よーし、マジでいいダメージ入ってる。うわ、あいつ上歩いてなかったぞ今。まずいな、リフレが切れてからきついぞ。 MP 切れてから、よしよし、いける。
よし出やがった。うわまずい。うーん、しまったな。いける。どうだ。あー、くそ、切らしたな今俺。やばい、出やがった。これまずい、これまずい、これまずい。やべえ、これ避けれんだろ。ちょっと待ってどうやって避けんだよあれよし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 。でもこれすげえ、キールドが弾いてくれる勝手に。相性抜群だ。まずい。うわ、マジか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 。空中にいたらとか無理これ。間に合え。うわー、避け方が、うわやべえ、キャル格下した。マジもう一回、避け方が分からんな。あれだけは悔しいな。ここはよしよしよし、いける。マジ勝てるぞこれ。MP がないときは無茶すんな。ナイス。強い。マジか、ここに来てそれが。うわーっと、ファイナルホームやって終わりなんだけどな。よし、オッケー、いったろ。よし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 。よっしゃオッケー気持ちいい気持ちいいわこれ。いける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 、全然いける全然いける。これはいけるぞ、全員いけるぞ。ガードアップ、使うと防御1。おー、いいね。あ、失われた幻影ではないと。いやー、ファイナルフォームが強い強い。今2回目ですね。2回目でいった。いやー、ここに来た時はさ、もう、お前これじゃ倒せねえ。アブセントシレットのところのコメント見てみ、みんな。お前じゃリミカ倒せねえって書いてあるから。もう、倒せたぞ、おい。やった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 。しゃあ、今日はちょっと短かったな。シグマールさん、意外とすぐ行っちゃったな、ぽっくり。ということで、まあ、おまけと言ったらあんなが、アルバム見ようか。ここでって感じだけどね。あ、出なくてもいけますね。よし。では、シグさんと一番最初に5体目、顔を見合わせたのが多分このシーンの、この時だと思うから、ここ見よう。ムーシューのやつ、なんだか偉そうだったな。相変わらずおしゃべりだし、山ちゃんね。竹やぶにいたのはムーシューとピンと、あ、なんか、そういう気分じゃねえな。ちょっと待って、そういう気分じゃねえわ。やばい、俺の気分が乗ってねえ、今。まあ、とりあえずこの回だけ見よっか。あ、なんか戦った後は、なんかすごい、なんだろう、よしって感じだから、もう、これで切り上げとかいいわ。うん、今回だけ読むわ、じゃあ。ムーランもムーちゃん、あ、懐かしい、花火みたいなの打ったとこな。シェン、シェン、シェン、シャン、ユーを倒すためにムーランは、大砲で、雪崩を、そう。やべえからね。大砲で雪崩を起こしたらマジで。普通に災害だからね。ムーランは災害だよ、マジで。ムーランの存在が災害レベルだ。やべえ、怒られちゃう、怒られちゃう。ムーランかわいそうだったな。あ、まあ、それは確かにな。結構なんかかわいそうなストーリーではあったけど。でも最後はね、そう、結ばれるというか、救われるというか、報われるというか。ムーラン頑張ったもんな、おめでとう。そして黒いコートの音出ましたね。これが本当にリクだったのかっていうのは気になるところだ。まあリクだろう。あ、そうか、この時からもうリクじゃねえんだ、アンセムなんだ。
うわ、そっかそっかそっか。地響きの正体はひょっとしてあんなのと戦うの、え、なんだっけ、あ、ボスか、ここの。あ、で、シグバール出ましたね。やっとリクと会えたと思ったのに、お前なんかお呼びじゃないよ。ほんとだよ。俺もう出てきた時なんかおっさんじゃんっつったもんね。老けすぎだろっつったもんな。うん。で、すごいよ、ムーラン。シャン隊長と仲良くね。チューしたんだろうな、これもう。この後。よし、ということで皆さんお越しをいただき、ありがとうございました。思ったよりですね、頑張ればいけちゃってることに俺は驚いております。努力が報われるというやつだな。やっぱアイテムがかなり効いてるね。ハイポーションもないんだ。そう、買ってこなきゃ。うん、だいぶこの辺がね、効いてます。まあ、味方の装備は、わりかしこの辺は適当っちゃ適当だよね。多分、細かい人からしたら結構、おい、何やってんだって言われるぐらいだったと思うんだけど、意外といけちゃってるな。うん。でも自分の装備は今、つけれる最強の装備をつけてるからね。今持ってる。よーし。ということで、次回はハイポーション買って、ナンバー3ですね。うわー、ザルディン。うわ、こいつ強えんだよな。こいつめっちゃ強え。お楽しみに。